岡崎市社会福祉センターは、岡崎市宮井町にある公共の社会福祉施設。もともとは、岡崎市勤労文化センターの建物だったが、同センターは羽町の岡崎市産業人材支援センターに吸収、統合されて、岡崎市中小企業勤労者支援センターとなった。2021年4月1日、岡崎市社会福祉センターとして、新規オープンした。 1972年3月25日、上6名3丁目に、岡崎市労働文化会館が建設された。その後手狭になってきたことから、岡崎市は施設移転のため、宮井町五本松の国有地約4000平方メートルを買収。1987年8月1日から、建設工事を開始した。事業費は、用地費、 建設費を含め六億五千三百十二万円。九百八十八年四月二十六日、勤労者福祉の増進と文化、教養の向上を図るため開館した。同年から九百九十七年までは、岡崎市勤労文化センター管理協会が管理を委託されていた。九百九十八年からは、財団法人岡崎高田勤労者協済会が管理者として、 運営に当たっていた。2020年3月23日、岡崎市議会定例会において、岡崎市社会福祉センター設立のための条例案が可決。市では2021年度から各センターの組織改編や移転が行われることとなった。2021年3月22日、以下の3つの団体やセクションが、宮井町の旧岡崎市勤労文化センター内に移転した。 岡崎市勤労文化センターは、羽根町麻正津坂にある岡崎市産業人材支援センターに吸収、統合されて、岡崎市中小企業、勤労者支援センターとなり、これに伴い同年4月1日、宮井町の建物は、岡崎市社会福祉センターとして、新規オープンした。福祉関係団体の活動支援、ボランティアの支援のほか 有料の活動室の貸し出しを目的とする。開館時間は9時21時。休館日は月曜日及び12月28日から1月3日まで。ありがとうございます。